はい、どうもエンタのゲームインザボックス。今回ウォッチドックスが終了しましたので、次回挑戦ソフトの発表していきたいと思います。はい、ということでウォッチドックスいかがでしたでしょうか。長かったです本当に7ヶ月やりましたね。オープンワールドをかなりカスカスになるまで遊び続けると7ヶ月実況するっていうことが分かりましたね。ちょっともうしばらくオープンワールドゲーいいですってなっちゃってますけど今もうオープンワールド系アレルギーになりかけてるんですけれども、ちょっととりあえずね、ウォッチドックスをね隅から隅まで、まあ完全に遊んだってわけじゃないですけどね、オンラインとかやってないですけど、まあ大体遊びましたよこれで。大体遊んで55時間、合計収録回数15回やったかな。15回で55時間やりましたよ本当にね。でやっぱりね Wii U 版はちょっともうねセールスを諦めてんのか、追加コンテンツ、ダウンロードコンテンツですね、ダウンロードコンテンツのストーリーをね、配信されることがないということで、現状、予定されてないんですよね。でちょっとねプレステ4のバージョンの、ウォッチドックスの実況とかをねちょっと他の人のを見たりとかしたんですけど、だいぶねロード画面がね Wii U 版長いかもしれないですね、もしかするとだそういうところでもちょっとこう優劣がついちゃってるかもしれないですね。まあちょっとスペックでギリギリなのかもしれないですね、 Wii U のスペックでこのウォッチドックス動かすのは。まあそんなウォッチドックスでした。非常に楽しかったです。はい、そしてウォッチドックスの次にプレイするゲームがこちらの箱に入ってます。じゃあね、ヒントをもとに、考えてみてください。何が入ってるんでしょうか。機種なんですけど、機種今回もね Wii U なんですよ。もうずっと Wii U が続いてますけど、現世代機枠のこの枠はねずっと Wii U が続いてますけど、今回も Wii U。 次、発売日、発売日は2015年7月16日、発売されたてですね。発売元は任天堂、開発はグッドフィールやったかな、多分調べてない、グッドフィールやったはず。今回の購入価格をちょっとヒントで出しておきましょう。この上新ウェブでの値段ですけれども、6580円やったんですね。でそれが、クーポンとか使って、ポイントも使って6000円にしました6000円で今回これ買いましたね、この箱の大きさで。はい、6000円です。はい、もうヒントとしてはもうそれぐらいですかねアクションゲームです、ゲームとしてはジャンルとしてはアクションゲーム、多分2人用はできるけどオンラインプレイはないと思います。はい、それぐらいですかねヒントというのは。まあ2015年7月16日発売の、Wii U のゲームソフトはこれ1本だけですそんなに Wii U ってソフト出ないですから、もうこれ1本だけなんで、もうそれが最大のヒントじゃないですか。ということで、もうパッと開けましょう。ということで、次回挑戦するソフトはこちらになります。オープンいきます。はい、開いた。はい、今回挑戦するソフトは、はい、こちら、よいしょ、ヨッシーウルワールドです。アミーボセットですけれどもね、はい、ということで今回挑戦はですねヨッシーウルワールドです。これのねアミーボセットっていうのが発売されてたので今回それを買いました。こんな感じですね、ソフトとアミーボ、アミグルミヨッシーっていうやつですかね、それがねセットになったやつですね。こうなんていうんですか、このアミグルミ、本当に毛糸で編んだヨッシーがねアミーボになってるんですよね。今までのアミーボっていうのはこういう感じでしたね、このなんですかプラスチッキーな感じ、なんで作ってるか分かんないですけど、プラスチック的なこのね、フィギュア
だったんですけれども、今回もぬいぐるみですね、編みぐるみなんですよね、うん、なかなかこのカメラ方向を向いてくれないですねで、ヨッシーウルワールドでこのアミーボを使うと、ダブルヨッシーになる。さらにお気に入りの柄を一つ書き込めるということでね、いろんな柄のヨッシーになるということですね。はい、ほどいて投げて編んで進む編みぐるみヨッシーがゲートの世界で大冒険ということで、非常にね可愛い世界観ですね。うん、でまあ、あのゲーム初心者の方でも遊べるように、簡単に、羽ヨッシーになってね、落下することのない状態 で遊べるみたいなね、そういう親切設計もありますし、まあ、ヨッシーが今回変身するということでね、そんな感じですか。じゃちょっと開けてみましょう。ほい。あ、で、カセットっていうか、もうカセットって言っちゃうよね。年がバレるぐらいのね、年だねって、うん、君は年だねって言われるぐらいのね、カセットって言っちゃうんだよね。ヨッシーウルワールド、はい。これがソフトですね。うん。パッケージはこんな感じ。うん。で、こっちが編みぐるみですね。編みぐるみヨッシー、はい。あー、こんな感じです。あー、いいですね。ヨッシーウルワールド。編みぐるみヨッシー、緑。そう、編みぐるみヨッシーはね、3色出てるんですよね。どっかに書いてるかな？ここですね。うん。緑と、ピンクと青、水色って言ったらいいかな、うん、もう3色出てるんですけれども、このアミーボセットにはこの緑しかついてきません、うん、これ1色限定なんでついてくるのは、うん、まあそんなこういうセットですね。この2つのセットで、まあこのアミグルミヨッシーなんですけれども、本当にね、今週月曜日びっくりしたんですけど、本当岩田社長が亡くなったんですけどね、その岩田社長がこのヨッシーウルワールドをね、ニンテンドーダイレクトでプレゼンした時に、すごくね、嬉しそうに話してたところがね、僕印象的で、ヨッシーウルワールドのこの編みぐるみヨッシーをね、ツイッターかなんかで、アミーボ、このアミーボ、このアミーボのことを、編むっていう字、漢字の編むっていう字に、かけてですね、アミーボって読む、そういうなんかあだ名をつけてる人がいたということで、ツイッターでこういうこと言ってたんですよみたいなことを任天堂ダイレクトでね、説明してくれたんですよね、岩田社長がね。すごくね、その時の表情が嬉しそうでですねその任天堂ダイレクト見てて、あ、すごくこう、なんですか、ちゃめっ気のある社長だなって思って親近感があるというかね、そういうこうなんかユーザーフレンドリーというか、まあ いわばね、社長から言えばお客様なのかもしれないですけど、お客様としてのその扱いとしてそういう話をしたのかもしれないですけどね、すごくなんかもう嬉しそうにこのアミーボの編みぐるみヨッシーをね、アミーボって呼んでくれたっていうお話を、嬉しそうにしてされてたんでね、僕はすごくそれが印象的で、あ、ヨッシーウルワールド、うん、ちょっと買ってみようかなという感じでそのダイレクトのね、社長のこのその表情を見て買うっていうね、ちょっと今普通はそういう人いないんかもしれないですけど僕はその表情がね、僕は印象的だったんでね、あ、じゃあちょっと毛糸の世界のヨッシーをこうちょっと遊んでみようかなっていう感覚になって、僕は今回これを買いました。うん、はい、ということで、裏はですね、まあまあまあこんな感じですか。あ、やっと 3DS に今対応したみたいな描写が書いてますね、裏に。うん、であとカードライターがあればね、できますよっていうことですね。ヨッシーウルワールドにこのアミーボを使うとアミぐるみヨッシーになってダブルヨッシーになると書いてますね。さあ、じゃあ開けていきましょうか。アミぐるみヨッシーでもやっぱこの梱包スタイルなんだね開けるともうしまえないんですよね、これがね。うん、この梱包なのか、やっぱり。あ、スト
トラップはここでシールで貼り付けられてますね。これどう取ればいいんだ。開けた。はい、こういうことでいいのかな。こうなんか書いてるな。これこの図解が IKEA の組み立て書より分かりづらい図解ここにこのストラップホールのやつがつながってるから、このシールを取ってそれで引っこ抜いてねってよしよっていう感じの絵でしょうね。うん、それで、あ、ここに説明書が入ってる。ここに入ってるパターンですね。説明書、お手入れの仕方について、あといろいろ、はい。まあ、今回はこういうフィギュアタイプじゃないからね、編みぐるみタイプですから、まあ、ちょっと扱い方も変わるんでしょうかね。はい、ということで、いいですね。土台にこのボタンが使ってて、でこのキルト地みたいなね、こういうやつ、印刷ですけどね実際にふかふかするわけじゃないですけど、そういうところにちょっとね、印刷にまでちょっとこだわりのある感じ、いいですね。さあ、これですよ。これがアミーボね、編みぐるみです。本当に編みぐるみ鼻触んなやってなりそうですけど鼻触んなやっていいですね、この感じ、かわいいな。本当にこの手編みなのか知らないですけど、編んでる感じはしますよね。うん、で手とかもちゃんと縫い付けられてる感じですね。うん、足は結構グリグリ動く足結構グリグリ動くねっつって、鼻触んないやってないそうですけどね、足グリグリ動きますよ。うん、こういう感じですか。ここにホールがついてて、まあ、いわゆるそのあれですね、リングストラップ、ボール式のリングストラップみたいなのがあれば、こうやってここにぶら下げられるんですよね、このアミーボはね。だから本当にアミーボとして使えるけれども、そのアクセサリーとしても使えるようになったんですよね、この編みぐるみアミーボに関してはね。カバンにでもつけれるみたいなね感じですよ。うん、ここによしって書いてますね。よし、うん、裏は、うん、よくわかんねえ、なんかいろいろ書いてありますけれどもね。うん、でここがアミーボの部分、アミーボっていうか NFC の部分ですね。このカービィでいうこの部分、うん、ここの部分ですね。うん、これはアミーボ、なんか個体識別番号的なやつはもう変えてないですね。うん、まあアミーボに関しては、うん、そんな感じになってます。うん、はい、いいですね、アミーボ。うん、じゃあオープンしてみましょう。ほい、もうね、おなじみの感じですよ。うん、クラブ任天堂がなくなっちゃったんでね、もう電子説明書へのもう簡単な案内です。はい、盤面はこんな感じ。よし、ウールワールド、ポチがいますね、ちゃんとね。あ、ポチがいるのありがたい。で全部このキルト地でしょ、こっちは。でこっちは本当に羊毛で編んだ感じ。うん、これいいですね、いい盤面です。はい、ということでこんな感じですかね。よし、ウールワールド、今回からこのゲームをプレイしていくということで、まあお楽しみいただければなと思います。うん、任天堂ダイレクトでね、岩田社長がこのゲームをプレゼンした時というか、もうこっちをプレゼンした時ですね。うん、よし、編みぐるみよしをプレゼンした時のあの表情が僕は今なお忘れられない。この編みぐるみよしをね、紹介してた頃の岩田さんのあの笑顔な感じでね、楽しんでいきたいと思います。よし、ウッドワールド、明日から公開です。やってきます明日から実機やってきますので、そちらの方もお楽しみください。ということで、次回挑戦ソフトはヨッシーウールワールドということで、それの発表動画でございました。いいな、ポチとヨッシーがこう抱き合う感じ、いいなたまんないな。いきなりだけど、私の魔法で毛糸になりなさい。おお怖いな、これ人間やとしては怖い
ヨッシーやからいいけど。えい、面倒だ。みんなまとめて毛糸になっちゃいな。